テレビ東京スポーツをご覧の皆様、こんにちは。じゃあサブロクソウスケです。そしてお隣にいらっしゃるのは元 DeNA 監督、読売ジャイアンツ栄光の背番号24番中畑清さんです。はい、来ました。よろしくお願いします。どうも初めまして。そうだね、なるんですかね。直接こうやって会うのは初めてだね。ちょこちょこなんか中継とかどっかに行ったりしてる時にはすれ違いはあるんだろうな。すれ違いは、うん、そうですね、あるよね。この頭よく見たいのに、はい、いっぱいいますからね、うん、野球選手の中にもいっぱいいますから、うん、でもいいね、分かりやすい頭だね。大丈夫ですか。光ってるよ。ありがとうございます。帝京高校野球部ですから。おー、さすがね、名門だね、はい、ありがとう。俺はローカル の田舎者だからさ。でも今も帝京学校時代はね、はいはい、でも今は逆転してるよ、立場は。そうですよね。そう大学から、まあ、中田さんもねドラフトで入られて。そうそう、思い出すけどな。ドラフトですよ今日は、うん、なんかいろいろ思い、ね、ところあるんじゃないですか、中田さん的に。俺の中では強烈に思い出って言ったらもう清原かな。 KK コンビのあのドラフトっていうのは忘れられないっていうかさ、はい、俺にとっても忘れられないドラフトだったんだよ、清原っていう存在そのものがさ、はい、自分の野球人生を脅かすんじゃないかと思って、彼が、うんうん、同じポジションだからさ、はい、その前はサードでさ、あの原辰徳が入団してきてさ、そうです、ね、俺サードのポジションを奪われたわけじゃん。ドラフトって趣味だよね。いろんなね、一番勢いがある時にさ、絶好調って言い出してジャイアンツでレギュラーのポジションを取ってさ、はい、その時にタッちゃんが来てさ奪われたわけよ、はいね、それで今度清原じゃない、うん、清原はたまたま甲子園でこうプレーしてる時に見てさ、はい、うわーこいつすげえバッターだなと思った清原がもうジャイアンツに入りたい入りたいってさ、うんうん、もう望みを言ってるわけで、夢を語ってるさ、うん、はい、もうジャイアンツもその気でジャイアンツを指名するんじゃないかっていう状況になったわけですよ、はい、あれこんないい選手が入ってきたら俺間違いなくポジション取られるなと思ったからさ譲んなきゃいけないと思ってさ、はい、いや本当その覚悟を持ったぐらいだよ。どう自分の心境的にはどうですか、入ってくんなっていう気持ちにもなるんですか。それを言わせない方がいいと思うよ。それはさ、まあ、そうですよね、抑えてさ、それは言わせちゃいけないと思う、そうですか、清原のためにもさ。そうですね、半分以上そう思ってたけどまあでもね、すごいライバルですから、死活問題だからさ、うん、そのぐらいやっぱいい選手だったから、はいはいはい、まあ、結果的にはな、こういうドラフトで裏切られたっていうかさ、はい、うん、どっちかというと夢を砕かれたっていうドラフトになっちゃったんだけどね、うん、そうですよね、桑田とのさ、はい、その因果関係っていうのかな、うんうん、それもこう生まれてしまったっていうのがさ、うんうん、辛いけどね、うん、辛いけどもそういうふうなドラマっていうのは生まれてくる世界がもしかすればこのドラフトにある、うん、いい面と悪い面みたいなものを見たよね、うん、で2人とも結果的にはドラフトで入団して成功してる方のタイプ。そうですよね、2人とも間違いなくさ、うんうんうん、1年目からね、本当に清原が来てこなくてよかった。いや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 、言っちゃってるじゃないですか。そこかよ、終わりは。結果ちゃんと申しなさいよ、あんたも。そういうわけじゃないの今日。いやでも中畑さんも3位でそうジャイアンツ、うん、ジャイアンツだけでしたね。いや、それはそうだよ、競合するわけないじゃん、3位ぐらいで。まあ、そうですけど。何言ってんだ、君は。いやいやいや、3位で競合して、お前、あなた方も何考えてんですかって。ドラフト1位候補の、うん、やっぱね。そうそうそう、それがあったけどね、はい、でも、その前の晩までは、うん、前の晩っていうか、前の日までは、はい、全くその順位的に言うと2位か3位ぐらいの選手の評価だったのよ、はい、それよりも俺と一緒にいた、3番ガラスって言われたさ、あ、駒澤大学、南平田っていうのがもう各球団競合するんじゃないかっていうぐらい1位で、うん、そのぐらい評価が高かったわけよ、うん、それが蓋開けてみたら、あんた、どうよ。そうですよね、締めかからずでしたからね。読売巨人軍、ね、1位、うん、篠塚敏夫、銚子商業ってどこのどこ誰やねんみたいな。いやまあ高校生のねドラフトからねえ、お前汗びっしょりかいてた、手に汗かこう準備構えてさ、こうっと下向きながらお前が学ラン来て、来るかな来るかな、爪入りきちんと来て、うん、もう間違いなくなって巨人1位指名中畑って言ってたんだから、甲子園だよ当時の。それが一面で朝の、新聞に行った、それを俺は見せられたんだからさ、もう信じ込んでるじゃん俺の中で。報道陣の方もいっぱい来て、間違いなく あのパンチョ伊藤の声で俺だなと思った。第1回選択希望選手、おこれですね、うん、読売、うん、篠塚敏夫、誰やそれ。
ですよね。ガクガクだよ。あららら。それで他の2人もさ、はい、どの球団も指名なく。あんなに占われたドラフトもないと思うな。もうその時はもう諦めたんですか、中田さん。いやもうあの2巡目もそうだから、うん、2回り目って大体来るじゃない、はい、もう来なくて1巡目どこも来ない、それで2巡目ってどこも来ないずっと2時間近くもう時間が経っちゃうからな、はい、もうマスコミがものすごい数あの、ね、合宿所に集まってたのにさ、それがポツン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 がいなくなるわけだよ1、ね、指名されたところにみんな行かなきゃいけないからさ、うんうんうん、もう最後の3巡目ぐらいの時は誰もいないぐらいの感じだよ、うん、その時に俺はもうあの寮のマネージャー室のさ、こたつに、ちょっと潜り込んで、はい、そこで将棋打ってたんだよそれ本当なんですね、将棋週刊実話ですよ将棋打ってて、ほんでその時にパンチョンが遠いとこからさラジオ越しかなんか、新谷さんが、はい、巨人中畑ってで呼ばれた時にはなんかもうちょっと白毛通りポンポンこう飛んでる雰囲気なんかもういいかなっていう感じの雰囲気だったよ。気持ちがちょっと途切れちゃって、切れちゃって、はい、あの緊張感はどこ行ったんだみたいなさ、うんうん、だから その時にはね、もうあ俺社会人に決まってるしなって、あその時、ね、当時の北海道拓殖銀行に決まってたから、うん、まあそこにお世話になろうかなっていうぐらいの気持ちになっている時だったんだよな。それがドラフトの1日だよ俺の。そうなんですね。いい思いは、自分のドラフトに関してはいい思いないな。まあ、でも3位でも結構ですよ、ね、そう価値はあるよ、はい、3位の選手って、はい、もうねあの頃はよく言われたのは、うん、3位の選手が大体活躍するんだよな、1位はそうでもないんだよ、期待が大きくて、うん、3位の選手の方が各球団活躍してるんだよなっていうね、まあその通りになったんじゃんいやいや自分で言って、僕が言うんだったらね分かります、自分で言ってますから、なったじゃんだって、なりましたね、うん、スター選手は3位に隠れてるということですね。だから10位じゃないよな、うんうん、最終的にはドラフトっていうのは、うん、あのプロに入ったことが大事だところだよ。そうですよね、うん、それは順位が つくけども、うん、でもそれが全てじゃないってことで、うん、ドラフトが一番大事なのは入ってからの勝負だからさ、うんうんうん、そうですよね。その中で今回だってあのジャイアンツで言えば松原だよな。 あの松原の活躍、あれ育成ほとんどレギュラーになったことないっていう選手だよ、はいはい、それが育成で入ってさ、うん、今じゃ素晴らしい監督に信頼される一番の成長株って言ったら俺松原だと思うよ。そうですよね、送りバントがさせないからね、強行強行だからね。で代打もほとんどあんな送りバントの隙に腹立っちゃうがさ、させない選手になっちゃったんだから、やっぱすごいですね、何があるかわからないのが。人生はさ、今年のオフのバラ色だよな彼は、うん、もう給料もがっぷり上がっちゃってさ兄貴が同じ事務所なんですよ、太田プロで芸人やってるんですよ。松原の、はい、嘘だろ本当ですよ本当に、ね、だから松原、本当それお兄ちゃんはもうだから弟のおかげでも今もうすごいですよ、一気にこうカバン上がっちゃうな、ねえ弟だよって言って言えますからね、あいつ。いや弟のね、あのセンスっていうのは何がいいか知ってる松原な、やっぱなんか粘りですかね。いや選球眼、選球眼これだけでもあそこまでいけるんだよ。はあ、無駄なボールに手を出さない、あしたらだから相手はね、どん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 辛いカウントを作って、うん、それで甘い球をカチンと打てるというね、うん、で飛距離も出てきたな最近、うんうん、ホームランね3本ぐらい、つるつる滑っちゃうよ、いやここじゃないここは関係ないですから、ね、なるほど、そういう意味でね、今日のドラフト、うん、一巡目注目みんなしてるかもしれないけど、はい、してますね、本当はみんなねドラフト終わった頃の3位4位ぐらいからさ興味を持ってさ、はい、あどんな選手がいるのかなってみたいな方が本当は興味があるかもしれないな。本当はそこの通話としてはさ、はいはい、だって表だって紹介してるじゃん大体の選手は、うん、そうですね、もう大体この選手が呼ばれるんじゃないのかなっていうのはもう予想はね、どのぐらいの力量だとかさ、うん、ただどのチームに入ることによってその選手が生かされるかどうかっていうことの違いだろうな。本当にあのくじを引いてくれたところはそのチームにとって最高にその選手欲しいのかどうかってことだな、うんうん、そうですね、中畑さん、ちょっとこれ覚えてる、うん、DeNA 時代のドラフトで、うん、はいはい、あのドラフト1位で確かあの北方雄城、うん、唐津商業、俺が入る時の、そうです、1位なんだよ、はい、覚えてるなんてもんじゃないよお前、あの愛媛で私、うん、独立リーグで一緒にプレーしてたんで、あそうか、俺行ったじゃん、ええ、俺行ったよ北方に会いに、だからすれ違ってるんですよ、だからどっかで中畑さんとは私はすれ違ってるなんてもんじゃないよ、はい、これそうなんですよ、ウォッチャーで行ったんだよ俺、そうですよ、
ウォッチャーで行っていましたから僕俺あいつとキャッチボールしてさ、はい、それはもうそれよりも俺監督時代に、はい、あいつを抑えにするって言うんで奄美大島、はいはい、秋のキャンプであいつが絶好調だったんだよ150キロは良くなるしさで GM の高田さんとおい来年こいつと抑えていけるなっていうぐらいもう盗むか良くなっちゃったさ短かったなそのなんだなんだったんですかねキャンプで終わっちゃったんだよ春のキャンプになったらその姿が全く変わっちゃったんだよね不審になっちゃったんですかね物は良かったけどな馬力があってさ、ね、本当のパワーピッチャーでね160キロぐらいはね投げてましたね、まあ、それはオーバーだけどねそれはオーバーで1回はですけど160キロが1回はあるんいやそれは見たことない、うん、そうなんですよだから一緒にプレーしてたんであそうか なんか縁はね感じますよそうだな、ウォッチャーで君追っかけたよな、確か、はい、全然覚えてくれてないじゃないですかあ今思い出したら、そういう会話になってきたら、つながってきた、だんだんああ、よかった、なんとなくでもね、覚えていただければああ、野球に関してはな、はい、やっぱ情熱あるタイプだからなそうなんです、私、40歳で独立リーグ髪の毛なくなっちゃったのかいや、それは関係ないです、これはもう、こっちの DNA の問題です、これはDNA 違いです、はいすみません、ね、俺の DNA はどうなってるんだすみません、そんな感じですよ、はい、オッケーオッケーで、まあ今はもう野球のモノマネとかやらさせてもらっててですね誰が一番得意なのあ、ちょっとやっていいですかいいよいいよ、ちょっと見せてくれよじゃあちょっとやらさせていただきますね銭で稼いでるんだそれでこれで なんとかですよギリギリのところですけど誰だよじゃあいきますねじゃあ俺は言わないからあ、言わないから当てるからえ、本当ですかそりゃそうだろじゃあ やりますよじゃあいきますね、タイトルなしで当てていただくってことでいきますじゃあちょっとみんな見てくださいいきますブエ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 でペンネデデデペデウェンデブエでペンネデデデペデデこれなんだよプロ野球選手外国人です外国人選手ですそんなブエブエって言ったらやってるの言うのわかんないわかんないですか中田さん多分一緒にやられてたと思うんですけどあラミちゃんいやこれラミちゃんはこんな感じじゃないですね、もうちょっとしっかりこうやってやってますねそうこれは、うん、抑えピッチャーのため、うん、なかなか打席に立つ機会が少なかった、うん、元巨人ピッチャーサンチェですお前サンチェのバッティングです、ま、それで分かるやつが何人いるんだよ俺だって分かんないのよお前これはもうマニアックなモノマネを僕ずっとやらさせてマニアックとかいう世界じゃないよ世界じゃないですか俺は誰も知らない世界だよ自分だけで楽しんでる世界じゃないよ水虫で帰っちゃってね水虫がそうそうそうサンチェそういう情報はちゃんと知ってますからいいやつだよあいつあそうなんですかいいあそんなバッティングしてたかはいもうブワブワっつってブワブワは僕がオリジナルでやらさせてもらってるんですけどあんなうるすいやつだって覚えてるけど自分ではやんないですからさすがにあそうかはいはいもうありがありがとうございます。もう一人、もう一人いいんですか、じゃあ。タイトルからいきましょう。タイトルから、あ、じゃあこれ、そうですね。じゃあいきますね。いきますね、うん。ボールをマシンで捉えた時の元近鉄、オグリビー。いきますね。覚えてます？オグリビーはさすがに。いや、名前は聞き覚えあるけど、プレイヤーとしての記憶がほとんどないの。オグリビー？マニアックじゃないですよ。これ結構メジャーですから。いきますよ、オグリビー。ボールをマシンで捉えた。いきますよ。ブエービエービエービエブエーでペンネデデデペーデーデウェンデブエーでペンネデデデペーデーデこれですよ藤井寺球場バージョンですよこれ長田さんそれもやっぱブエブエなの、はい、これもブエこれはただ僕が勝手にバッターのねリズムよくちょっとやっぱブエが入んないと触れないんだそうですなんか静かだとやっぱ静かだとちょっと盛り上がりに欠けるかなと思いまして動きもすごいけどね、そんなスイングしてたのオグリビそうですよオグリビはい、なんか聞き覚えあるなオグリビってななんとなくですか日本シリーズで戦ってんじゃないですかオグリビはい戦ってないかな外国人は俺はクロマティしか知らない同じチームですからねそれ他のチームにもちゃんと見てくださいよ他の、はいはい、ちょっともう今何時ですか、うん、そんなこと言ってあと10分ぐらい、
でドラフト始まりますけれども、ちょっとあの、あれですね、まとめとしてオグリブの他はいやそっちがメインになってますからドラフトですから今日はあそうか、じゃあ後でやらさせてもらいますまた、ドラフトのちょっと注目されている選手のちょっと映像をですね、ここで見ていきたいなと思うんですけれども、ね、まず最初はですね、早稲田大学の1年春で、はい、そうですね、開幕戦デビューするといきなり145キロをマーク、で4年生になった今年のリーグ戦なんと155キロ左で、これちょっと映像見れますか。だからね、左ってさ155キロって言うけど、はい、右が投げた5キロ増しに、あ5キロ右が投げた時のキロスコアだと160キロぐらいなんだよな。あ、左だとですか。うん、だから5キロぐらいね引いて見なきゃいけないんだよね、はい、出ないんだよ、左の方は。じゃあ160キロ出てるという、というふうに見ていいと思う。これもう一回、これブルペン、早いな、やっぱこれ全部まっすぐですかね。まっすぐだね、しなりといいね、はい、どうですこれ。腕のしなりがすごくスムーズでいいね、で立ち姿っていうのがいいじゃん、はいはい、こうピシッとセットのね芯があってさ、はい、ブレないで、それで回転で投げていくっていうね、シナリがこう最後の最後までボールを離さないっていうのかな。なんか言われてるのはあの、ソフトバンクの和田選手のちょっと速いピッチャーのバージョンみたいな感じで言われてるんですけど、やっぱボールの出どころが見にくいとかなんですかね。バッターとしてどうですか、中田さんが。バッター左ピッチャー嫌いだったからな。もう大嫌いだったよ、左ピッチャー。俺左は2割調子しか打ってないんだよ。だから右バッターがあの左を好きかってよくセオリーで言うけど、はい、全然そんなことないの。やっぱ食い込んでくるボールってね、嫌なんだよね、詰まることが嫌だから。そっかそっか、こう来るな、これだけスピードあってね、インサイドにコントロールビシビシ決まったらね、やっぱり右バッターの方がいいかもしれないよ、これ。中田監督だとしたら、これはもう欲しいに決まってんじゃん俺の時左ピッチャーなんかほとんどいなかったんだから。今左王国とかなんか言われてんだよ、DNA、ね、どうなってんだよ、だから左ピッチャー今いない、本当になかったんだから、お前、ね、いなかったですね。お前もなかった教師って言うんだよ、ね、そうですさすがですね、こういうとこで。まあまあか、まあ、いやもう結構です。そうちゃん、はい、結構、そうちゃんありがとうございます。こういうですって言うんだよ、お前、はい、次行きますよ。おいやいや、次よ。佐藤選手かな、佐藤選手、近代のテルヤキ、いい名前なんだよ、はい、輝く明るいっていうね、テルアキという、ね、僕ですね、まさしくピッカピッカのこれですよ。そうそうそう、ちょっと福留選手を彷彿させるような。いやー、福留よりもちょっとスケールはでかいと思うな。お、そうですか、やっぱ松井秀樹選手みたいな感じですか。松井とね、松井をパワーと柔らかさっていうかさ、そういうのを掛け合わせたようなさ、足して2で割ったようなさ、その魅力を感じる久しぶり の大型野手だね。もうこれもやっぱ取りたいですね、どこの球団も。いや、今ジャイアンツがこれだけ星が合ってるっていう選手、野手で行くっていうのも久しぶりじゃない。松井以来じゃないのかな、野手。そうですね、結構ピッチャーで来てますもんね。そうそうそう、多いですよね。だその間にやっぱり野手がベテランになってさ、はい、ちょうど今転換期っていうのかな、まあ、その中の外野手は特に欲しい選手の一人だと思うんだよね、早いうちからジャイアンツは宣言してんだよね、佐藤で行くって。そこで早いうちに魅力をね感じさせた選手なんだね、これ。外野手でしたよね。外野も内野もできるんだよ。あ、内野も。内野もサードなんかもうファールフライ素手で掴むんだよ、こいつ。よく知ってますね。あ、こいつって分かる。映像見たらさよく知ってますね。いやいや、スライディングシングルね、素手ですよ。グラブで取ればいいじゃんと思ったんだけどさ、ね、かっこいいんだよ、やり方が。それでピシャーッと取れるからさ。あの俺バントとかのフライですか。そうそうそう、そんな結構なフライじゃないですよね。うん、そんな素手で言ったら危ない。そうそう、まあ、簡単なフライよ。あ、簡単なフライ、ちょっとポップフライ。でも体勢的に確かに右で取った方が楽なんだけど、本当だったらやっぱグラブでしっかり取った方がいいけどね。野生っていうかさ、野生的というか、そういう風なね、野人のようなさ、魅力も感じる男だよね。いいですね。いいですよ、なかなか。やっぱピッチャーはどうなんですか、高校卒業してすぐ行きます。バッターってあの金属からの見てみな、過去マー君だってなんだってみんなあの、そうですね、松坂投手、即行ってるじゃない。行ってますね、松井、はい、左の松井でもさ、はい、力のあるやつ、そういうやつは出てくるんだよ。
もう関係ないですか、もう金属バットから木製になろうが。うん、いや、ピッチャーは関係ないよ。あ、もうバッター。ピッチャーは関係ない。ピッチャーはもうこれでいけますもんね。そうそう、球威とコントロール、はいはい、それが一番いいのは大事なのは度胸だよな、うん。ここの強さを持ってないとなかなか成功しないな。あ、なるほどね。こいつ変わってんなと思うぐらいの変人、うんうんうん、ピッチャーは多いよ、そういうの。へえ、うん、何考えてんのか。そうそう、そのマウンドをね、しっかり守っていくっていうね、うんうん、そういう選手がいてくれるといいな。そうですね、もうね、強い子ね、まあ、心の強い子、うん、体の強い子、心の強い人、うん、あ、もうすぐ中継が、あと何分ですか、もうすぐですか、あと1分、あと1分、あ、そうか、よし、じゃあ本番に備えるか、じゃあ本番、これ本番ですよ、本番ですよ、僕らは本番なのか今、はい、あ、そうこんなもうリハーサルやってらんないですよ、こんなリハーサルだったら、これ本番ですから。あ、そう、俺ちょっと気になってるのは、木澤、慶応の木澤ってピッチャーね、はいはい、このピッチャーがね、2番手、3番手とかさ、はい、そのぐらいの評価なんだよね、常に。そうですね、あんまり、俺が見る限りね、かなり力があってさ、パワーピッチャーで、うん、すごく魅力を感じる男なんだけどね。155キロ、はいはいはい、そうですね、千葉生まれので、スプリットもいいんだよ、うんうんうん、落ちる球がさ、決め球があるから、ショートリリーフっていうかね、うん、そういう使い方もできるピッチャーじゃないかなというふうに思うんでね、うん、ちょっとじゃあ、その木澤投手もね、どっかで指名が、あと日ハムがさ、本当にドラフト1位で伊藤行ってくれるかどうかでね、俺の後輩なんだよ、駒沢の、あ、そっかそっか、伊藤、駒沢大学でさ、伊藤、駒沢大学でさ、そうですよね、うん、駒沢から転入して、そうですよね、そう、一回やめてね、はい、はい、うん、そうだそうだ、後輩に なるんですね、そうそう、中畑さんからしたら、だってそれドラフト1位が生まれるのは、あ、今永以来かな、うんうんうん、うちの OB で、もう、あ、駒沢からは、そっか、駒沢大、あ、苫小牧大学でドラフト1位なんてありえないもんな、うんうん、出てほしいですね、1位どっかで、うん、どうなんですか、日ハムは1位でいくって言ってんのよ、宣言してんだよ、もう地元ですからね、そう、あ、じゃあこれでも宣言とあれはどうなんですか、変わってくるもんなんですか。当然変わりますよ、それはもう、カムフラージュにして違う選手を取りに行くっていうね、そういう戦略っていうのはあるから、駆け引き、ああ、でもそれ出された方はちょっとたまったもんじゃないですね、その名前だけ出されてて、まあ、中畑さんもね、うん、当時そうだった、そうそうそう、だからそういう世界かもしれないよ、この本当に欲しい、取りたいっていう時にさ、うん、そういう駆け引きがあったりなんかするのはドラフトの面白さ、怖さ、うん、悔しさみたいなものが出てくるんじゃない。そうか、そうか、ドラマだよ、ドラマ、約束されてはないんですね、うん、もうこうやってね、だってそしたらドラフトになんないじゃん、やんなくていい、そうですよね、うんうん、じゃあもうこれは選手はもう本当にされるかどうか、うんうん、これドキドキしながら見てる、そういうことだね、もう今構えてるよみんな、うん、本当にあと3巡目以降ぐらいの選手たちの心境、うん、考えたらもうたまんないな、ね、うん、だから7時以降ぐらいの選手たち、はい、ね、うん、その僕も独立リーグの時に、うん、なんか候補みたいな3人上がってたんですよ、うんうん、一応来てて、書いて調査書みたいなのか、でそれでやっぱずっと待ってて、で僕らもチームメイトで一緒に待ってたんですけど、8時9時ぐらいで呼ばれず、うん、で終わっちゃうんですよね。最終的に言うだろう、どこどこ、指名終わりました、以上、あの言葉、以上、ね、以上って言った時のさ、でそれでまだ待ってる選手の心境な、うん、あれたまんないよな。そうですよね、1年間がこれでね、そうでまた1年、うん、本当に続けるのか、ね、ああ、これはドラフト会場だ。そうですね、うん、今年はお客、うん、ファンの方はいないです、ね、いないんですね。あ、そうか、リモートか、うん、リモート、はい、これみんなそうなんですか。おお、ああ、今までじゃあタッちゃんもいるほらタッちゃんも、はい、うん、これじゃあ呼ばれて、でくじはどうやって引くんですか今回。集まって、あ、いや、これは、うん、ジャイアンツの会場だよ。ジャイアンツの独自 の, そのスタッフ会場、はい、でも、うん、ここでやるみたいですよ、今回は。で、ここにここから指名するんだろ、はい、あ、なるほどね、もう一緒になってないみたいです。そうか、一チーム一チームの 小部屋があるんだ、はい、控室があって、そこから指名していくわけだ、はい、あ、そう、変わりましたね、今年は。一旦ここで、うん、はい、うん、これじゃあこれからドラフト始まりますから、うん、ちょっと楽しみだな、ここめちゃくちゃ楽しみですね、はい、なんか俺がドキドキしてどうするんだ俺じゃねえしみたいないや、いいことです、それはもう、はい、はいはい。